スポーンポーン。ちょっとね、焼き芋を食べながらでもいいですか。いいですよ。どうしたんですかこれ。ちょっとじゃがいも、どんじゃがいもじゃないですよ、これさつ、もう季節ですからね。ほんまやね。はい、ちょっと昨日ぐらいからね、うん、じゃがいも食べ、じゃがいもじゃない、じゃがいもじゃないですよ。何言ってんの。焼き芋食べたいなと思ってたんですよ。あ、ごん箱ここにあります。あ、すみません、これよかったら使ってください。日本買ってきたんですけど、いらないですか。僕日本食べましょうか。じゃ食べれるんやと全然食べたらいいと思う、うん、あんまり。めっちゃテンション上がらんですか、焼き芋。焼き芋そんな上がらない。あ、ほんとですか。いや、なんかそんな芋食べたい。芋食べたい。いや、さっきコンビニ行ったらね、コンビニ行ったら、うん、売ってるコンビニがあるんですよ。あ、そう、え、これもコンビニ。これコンビニっすよ。あれや、100円ローソンとか。そうです、そうですね。で、季節だからね、焼き芋。季節かい、もう。え、今秋ですよ。秋か。で、そしたらいわゆるそのフランクフルトとかね、はいはいはい、置いてるところに芋がないんですよ。なんで。そしたら店員さんに芋ないですかと。いや、のぼりは出てるんですよ。あ、焼き芋、焼きたて、ほかほかみたいな、ないやないかと思って聞いたら、うん、あと1分だよみたいなと言われまして、あと1分やったら、まとか。ため口やけど、その人大丈夫。もうため口でしたね。あと1分だよ。あと、多分中国の方でしょうね。あと1分だよ。あと1分だよって言われたんで、うん、1分だよ。あ、そうかいっていう感じになりましてね。1分だよ。ちょっと待って。うん、だから大丈夫かな。あ、うん。まあ、うん、まあまあ。おいしい。おいしいですけど、うん、そんな甘くないので。いや、でもたまに食べたくなるんですよね、芋はね。あ、そう。うん、最近、女の子みたいな。最近食欲が半端なくてですね。なんか子供でもできた。いや、わからん。いやいや、それは女子じゃないんですから。いや、本当に、なんか健康診断したら4キロぐらい増えてました。4キロって結構ですよね。うん、最近。はい、そんな見えないですよね。うん、いや、でもなんか体分厚なったんじゃん。顔より、うんうん、体についてんじゃん。4キロ、4キロちょっとびっくりしました。うん、あ、よう痩せた痩せた言われる。え、あ、確かに顔が痩せましたね。薄なったって。どうしたんですか。あ、でも俺あれやからじゃん、あの完全食。うわっ、やって。はい、だから完全食俺少なめに食べてるし、ちょっともったいないから、うん、不完全じゃないですかそれ、うん、完全食で今日も多分、はい、朝から3時4時ぐらいまで完全食しか食べてなかった、でちょっとそっからお腹空いたなー言って、ちっちゃい弁当か、ちっちゃいお弁当買ってきて食べたけど。あら、ちょっと食が減ってるっぽい。食自体が多分、まあそれ大事ですね。やはり完全食。でも全然なんかしんどいとかないです。へえ、うん、それはすごい。じゃあ何の話しましょうか。いや、食べながら。どうぞどうぞ。いや、食べながらできへん話ばっかりやな。あ、そうですか。分かった。じゃあ一個、これはでも僕の話じゃないんだけど。ほう。エビどうなったっていう。ああ、エビね。うん、エビ、あのアクアリウムというね、アクアリウム、あの新たな新しい趣味ができましたけれども、うん、エビね、うん、順調です。エビ順調ですよ。順調ですか。はい、順調っていうのはどういう。まあ、あの脱皮しよるんですね。おお、そうなんや、ね、週、あ、2週間2回ぐらいかな。早いね。ちんとこう脱皮して、すごい結構大きくなってきてましてね。いや、それがね、うん、あの先週ちょっと1週間ほど、うん、あ、1週間5日ほど、うん、家を離れたんですよ。ああ、はいはいね、うん、お仕事で。はい、で帰ってきたらね、うん、まあ餌あんまやってなかったんでしょうね、うん、草が、うん、もうボロボロになってましてね。あの要は餌ないから草食べるんですけど、うんうんうん、おいと。餌をやれと言っただろうと。家人、妻に、はいはい、私の妻に、はい、あっって言ってましたけど。そんなレベル。ゼロやん、ゼロやんそれ。
あの魚もね、それイコールゼロやから、うん、魚も一匹だけ買ってるんですけどね。ああ、そう、金魚みたいな。うん、金魚みたいな、だからまあ金魚ですわ。それは名前何やったかな、ずっと生きてた、あ、生きてるやつです。銀ちゃんじゃない、銀ちゃん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 はずっと止まってました。もう限界やったんでしょうね。そっからブワー上げましたけど、動いたらもう死ぬ、うん、動いたらもう死ぬみたいな。もう動けないっていう、こんな動かん魚おるかっていうぐらい。省エネ、省エネで、まあでもなんとか順調にね。ああ、そうです、はい、大きくなってますよ、うん、なんか増えたりしてるの、設備や何、いろんなそういうものは。 あのアドバイスをね、立花さんから、あ、うん、いただきましてね、はいはい、私の彼女から、はい、もう返して返してね、うん、ここコーナーがいいよと、あの100均行ってね、はい、いろいろなんかちょっとした箸を、箸わかります？あ、え、そのそう、あ、ブリッジ、あ、なんか中にもこうブリッジを、ね、あの、あれね、住吉大社住吉大社みたいなやつを入れましてね、あの、だいたいエビはその下にいます。隠れて、はいはい、うん、狭いとこ好きやから、ね、そうなんですね。なるほど、いや、もう順調ですよ。いや、次のステップなんでしょうね。僕、今ここで言われても、ここで、だからここで、うん、だからこれをお聞きのエビ好きの人にやっぱ聞いた方がいいと思う。ああ、なる、エビ好きの人いますか、アクアリウム趣味の人。ああ、そうですね、うん、これをお聞きの、最近思うのは、あの、ものすごい水槽をきれいにするの楽しいんですよ、うんうん、水槽の中とか、うんうん、まあ、水変えたりとか、はいはいはい、週1回やってるんですけど、そんなやってんねやな、まあまあそれぐらいやらないとちょっと汚れとか目立ってくるんで、ね、その辺うまいこと循環のやつは、ね、循環の機能もつけてますけど、まあそれぐらいやってあげた方が心地いいかなと思って、うん、なるほど、 やるじゃないですか、うんうん、あの妻がね、うん、風呂掃除はしろとそれ掃除するんやったら風呂を掃除してくれというのをね、あなたにとって一番は何なの？のようにね、言われました、ね、家族じゃないのと、うん、最近あの愛子も言うようになったパパねと、うん、金魚の掃除するんやったら、うん、お風呂掃除してみたいな、完全にマネ、お母さんのただただマネをして、うん、そうなんですよ、言うてんねやろな、おらへんとこでも、うん、言うてますねこれね、うん、お母さん、うん、お父さんおらへんとこで言うてんねやろな、だから覚えたね、まあまあでも夫婦関係は至って順調でしてね、うん、あの、そうなんですか、アマゾンの定期便、いっぱい定期便、定期便が来る前になくなりましたね、もうあれ、この月末に届くんですけど、ね、足らないんです、2ヶ月に1回届くんですけどね、うん、もう今ない状態です。でもコンビニ行って買ってくる、いや、それは薄いからダメなんですよ、薄薄はダメなんですよ、分厚いのは売ってないのか、うん、コンビニには、うん、薬局にも売ってないの、あー、やてか結構薬局で買うの最近買ってないんで、ちょっと恥ずかしいから恥ずかしくなっちゃう、あー、そういうこと、最近薬局で買ってないですね、なるほどね、はい、そんな話はいいんですよ、これ久しぶりにこう、うん、ね、動画撮ってるわけですから、はい、そうですね、ちゃんとこうもうちょっとバシッというこう話をね、バシッという話今言いましたよ、バシッと、え、あと何しようかな7個あるってもう、どう、あ、7個のうち1個ここで使ってるから無理、あ、無理やわ、7個のうち1個は、どういうことですか、いや単純にモンストのガチャ回そうと思ってんけど、再生回数を求めてますかもしかしてこの間ね、違うなと思って、お話あったじゃないですか、え、いや再生回数を求めるのが我々の目的じゃないだろうと、ね、そういう話もしたじゃないですか、秘密裏に、ね、秘密裏にしましたね、はい、うん、あのオフィサーをオブザーバーというか、ね、オブザーバーですか、ね、あの入れ知恵の人を入れてね、はい、会議しま、企画会議しましたね、うん、そうなんですよ、そこで出たの、もう忘れましたか、忘れてた、この再生回数を求めるんじゃないと、数をやれと、やっぱたくさんたくさん撮ってね、毎日やれと、毎日流すぐらいのその聞いてる人のライフワークの一つにしろと、うん、1個思ってますね、はい、あの、その割にはお休みして、朝起きる、顔を洗う、歯を磨く、うん、
この動画を見るで、そういうそういうレベルに落とし込めと、うん、いうことをね、うん、オブザーバーの方がおっしゃったわけですよ。そうですね。だからこの再生回数を求めるこのモンストのガチャを回すっていうね、ちょっとやりましょうか。いや、やりたいんですよ。ないんですよ、だからあ、この携帯と、なるほど、このこれと、はい、あっちの、うん、あの iPhone6 なんですけど、ほうほうで、3つでこうマルチでね、はい、あの4人でやったら4つもらえるみたいな1人でやったら1つしかもらわないけど、なるほどね、4人でやると4人ともに4つもらえるんですよ。すごいじゃないですか。すごいでしょ。で、この今撮ってる携帯1つとこの携帯、これアカウントが違うってことですか。その ID がね、 ID がモンストの ID が違うから、これとこれとあれで、うんうん、3つで回そうかなと。なるほど。武田さんはもうそれ消えたでしょ。だから新しく撮ったらもう一つ回せるわけですよ。回せるかもしれないなと思ったんですけど、ええ、いかんせん撮影をしているあれ全然頭になかったその発想全くなかった。つまりあの4つとりあえず回してっていうことですか。だからもうやらない、やらない、やらない、思わせぶるよ。もうやらない、やりませんよ。消えたリマインダーが消えていきます。なるほど。あと6つ？いや、もうエビの話もやりましたから、あと5つ。あと5つですよ、皆さん、ね。うん。ただな、これでもそんなにやな。何があったんですか、7つ。え？いや、じゃあ。